安倍総理大臣は拉致被害者らの再調査について北朝鮮から結果報告までに今しばらく時間がかかると連絡があったことを明らかにしました。政府としては遺憾ではありますが、北朝鮮からの具体的な動きを早急に引き出すべく働きかけを強化することとし、拉致被害者らの再調査は明日で開始から1年を迎えますが、北朝鮮は昨日夜北京の大使館ルートを通じて全ての日本人に関する包括的調査を誠実に行ってきているが今しばらく時間がかかると伝えてきました。報告の時期や遅れている理由については明らかにされていません。安倍総理は北朝鮮の具体的な動きを引き出すため働きかけを強化するよう岸田外務大臣と山谷拉致問題担当大臣に指示しました。